宮崎市長の戸敷忠秀です。本市では宮崎市郡医師会等の医療関係団体と緊密に連携し、65歳以上の市民の皆様へのワクチン接種を進めているところでございます。市内の約200医療機関で行われる個別接種につきましては、5月10日月曜日から順次接種を開始いたします。ご希望の医療機関において電話等で直接予約を行ってください。また市総合体育館等での集団接種につきましては、5月20日木曜日から接種を開始いたします。予約方法は電話またはインターネットでの予約となります。なお4月30日金曜日には案内チラシを新聞に織り込むほか、各総合支所、地域センター、地域事務所、コンビニに設置をいたします。予約日程についても順次お知らせていきますので、焦らず慌てずお待ちください。引き続き市民の皆様には円滑なワクチン接種に向け、迅速な情報提供や相談窓口をご案内するなど、皆様が安心してできる体制を整えてまいりたいと考えております。接種へのご理解とご協力をお願いをいたします。